その日の帰り際、凛ちゃんは桜井くんを突然部屋から追い出すと、私に懇願するような表情で向き合った。なんか真剣な話を。ねえカレンさん、お兄ちゃんのこと見せてあげてくれませんか？桜井くんのことを。保護者か。保護者になってくれと言ってるのか。お兄ちゃん、カレンさんと同じで人のために無理しちゃうところがあるんです。そうだな、仲間のためだったらな。そばにいたいんですけど、凛ちゃん体が弱くてお兄ちゃんにはついていけなくて、だからカレンさんにお願いできないかなって。もう認定、妹認定の嫁です。もう将来のお姉ちゃんになってくださいと遠回しに言ってるような感じがする。前々からずっと思っていたけど、今日確信したんです。確信犯です。カレンさんとお兄ちゃんはそっくりなんだって。ほう、二人がお互いを見ていてくれれば、凛としてはすっごく安心できるんです。そっか、断れるはずもなかった。桜井くんと凛ちゃんに少しでも恩を返せるのなら、私はどんなことでもしてみせる。約束する。桜井くんの悲しみは私がちゃんと見つけ出すから。桜井くんは私が支えるわ。ってここで言ってるのに、交通事故があって桜井くんを悲しみのどん底に落としてしまうのか。しかしその事故の当時のことがさ、ほんまにさ、まだ分かってないからね、何とも言えない。それから私は注意深く桜井くんのことを観察するようになった。ちょっと待って、それどうま、どう知らない人から見たらさ、気があるんじゃないのって思われても仕方ないタイプのやつ。もうその視線は間違い探しを探す子供のような視線かもしれない。前々から分かっていたことだけれど、桜井くんは人のために無理をする人だった。彼は必死になってヒーローとしての振る舞いを続けていた。本来の彼はもっと穏やかな人格なのではないだろうか。迷子の子を肩車してショッピングモールを駆けずり回ったり、養護施設に遊具を作ってあげたり、見ていてハラハラすることもよくあった。彼は全体的に危なっかしいのだ。凛ちゃんが心配になってしまうのもわかる。私はそんな桜井くんの様子を定期的に凛ちゃんに報告していた。なんかシークレットサービスかなんかな、それ。体育館。そんな日々を過ごすうちに、私たちは中学生になっていた。全員が同じ中学校に進学したので、私たちは相変わらずハチンゼの行動を続けていた。その週の休日は、私たちは地域のドッジボール大会に参加していた。あ、これってあれか。桜井くんが熱出した時のやつか。よし、絶対優勝しよう。なんて読むんだよこれ。イサマンデじゃないだろ。あれ、なんて読むんだよこれ。メンバーに声をかけていく桜井くん。一見するといつも通り元気な様子だったけれど、私はすぐに彼の様子がおかしいことに気がついた。声の調子がいつもと違う。顔色も微妙に悪い。私は急いでタオルを濡らしに行き、エンジンを組む際に桜井くんにさりげなく近寄った。これで首を冷やすと楽になるわ。嫁じゃん、もう嫁じゃん。え、風の時は私もいつもそうするの。必死に平静を装っていたけれど、私の心臓は激しく脈打っていた。ドキドキしてんな、声を感じてるな。桜井くんは大会後、一人帰宅する私をわざわざ追いかけてきてくれた。カレン、どうして僕が具合悪いって分かったの？そうやな、この声からしたら具合悪そうに聞こえんもんな。あなたのことをいつも見ているから。この一部分だけ見てしまったらさ、ちょっとヤンデレっぽさを感じますね。思わずそう答えてしまいそうになったけれど、ぐっとこらえて私は無言でその場を立ち去った。別に気づいてもらわなくてもいい。
私は桜井くんたちのそばにいられるだけで幸せなのだから。翌週、その日は私の誕生日だった。誕生日とは言っても私にとっては普通の日と変わらないけど、その年は少しだけいつもと違った。放課後に帰宅準備をしていた私は桜井くんに呼び出され、中庭へと連れて行かれた。これちょっと待て、プレゼント、この場所さ、なんかジンクスありそうじゃんね。ここでプレゼント、誕生日にプレゼントを渡したカップルは幸せになれるみたいなジンクスありそうじゃね。桜井くんは綺麗に包装された箱を差し出してきた。え、これ私に、ありがとう。おいおい、中身なんだ、セミの抜け殻か。あまりの驚きに体が固まってしまい、そっけない反応しかできなかったが、心は激しく湧き立っていた。あ、こうだか、じゃあ桜井くんラブなんだろうな。その時ばかりは表情の固い自分の誠実に感謝した。そうでなければ顔が真っ赤に染まっていたはずだから。カレンちゃんって赤が似合うイメージやけどさ、そう全体的に赤になっちゃうからな。それは顔で可愛いんだけどな。ここで赤いリボンを渡されたんかな、確か。そうなんかな。ですよね。家に帰って包装を解いてみると、そこに入っていたのはリボンだった。綺麗。リボンは真っ赤な色をしていた。こんなに綺麗で主張の激しい赤が私に似合うのだろうか、と躊躇した。けど、私はそれをつけてみることにした。私はこれをつけて、自分を変えるんだ。髪に真っ赤なリボンを結びつけて、鏡の中の自分を覗き込んだ。その時、何よそのリボン。お母さん早いな、入ってきてすぐにリボンに目ついたんだ。お母さん、赤いリボンなんて何を色気づいてるの、似合ってないわよ。そんなこと言う、お母さん。ナイフのような言葉の一つ一つが私から自信を削ぎ落としていくのを感じ、体が震えた。わ、教育に悪いお母さんだ。反面教師にしたいね。おしゃれなんてしてないで、いいからさっさと勉強でもなさい。ほら、それよこしなさい、捨てておくから。え、お母さんが捨てようとしてたん？これまでの私なら、おとなしくリボンを渡していたかもしれない。けど、今は。いや、何？捨てるなんて嫌。これは友達からもらった大切なものだから、絶対に渡せない。二階堂カレン、初めての犯行であった。私には価値がある。ちゃんと自分の意思がある。桜井くんにそれを気づかせてもらった。もう従ってばかりの自分は嫌だ。お母さんは娘の抵抗を目の当たりにして、少し動揺した様子だった。それから、むっと顔に怒りをたたえて、私の方に近づいてきた。何を生意気言ってるの、いいからよこしなさい。お母さんはリボンの端をつかむと、私の髪からするりとそれを抜き取った。返して。お母さんは窓を開くとリボンを捨ててしまった。ああ。風に流され花弁のように飛んでいくリボン。なんちゅうお母さんや。私は走り出し、リボンを追ってマンションから飛び出した。お母さんが捨てたんやな。飛んでいく。そう風が強い日ではなかったので、リボンを見失うことはなかった。けど、ふわふわと飛んでいくリボンをなかなか捕まえることはできず、私は必死に街を走り続けていた。これはもしかして、あの展開に？桜井くんがくれたリボン、絶対になくしたくない。カレンさん。あー、出てきちゃった。リボンを追って走っていると、いつの間にかリンちゃんが合流していた。なんでタイミングだ。どうしてここに。
ことはいいですから、それよりそんなに慌ててどうしたんですか。リボンが風に、桜井くんからもらったリボンが。リンちゃんは風に飛ばされるリボンを確認すると力強くうなずいた。リンも一緒に追いますね、絶対に捕まえましょう。リンちゃんは体がとても弱いのにリボンを追って一生懸命走ってくれた。ああ、これはやばいやつじゃないん。私たちは一緒に街を右往左往し、ついにはとある公園に行き着いた。めっちゃ飛ぶやん、リボン。風のいたずらどころじゃないよ、いじめだよこれは。公園の木に引っかかっていたリボンをリンちゃんは激しく息を乱しながら掴み取ってくれた。よかった、見つかってよかった。ほう。リンちゃんは私よりも嬉しそうにリボンを取り戻せたことを喜んでくれた。ありがとう、リンちゃん。あなたのおかげよ。本当に、なんとお礼を言っていいか。あ、ここで事故するわけじゃないんじゃ。いいんです。リンも、カレンさんがそのリボンつけてくれるのを楽しみにしていたんですから。あ、ここではないんやな。そうだ。カレンさん、よかったらこのリボン、つけてみてくれませんか。きっと、カレンさんにとってもよく似合うと思うんです。よかったら、リンに結ばせてください。リンちゃん、結べるの君。桜井くんにもらったリボンを、リンちゃんに結んでもらう。うわ、結婚式の1時間前の手直しみたいな、衣装を整える途中みたいな感じじゃ。それは、とても素敵なことのように思えた。このリボンで自分を飾れば、きっと、私は新しい自分になれる。けれど、その瞬間が訪れることはなかった。無慈悲な風が、私の大事なものを制去ってしまったから。まだ吹くの？風に吹かれ、リンちゃんの手からスルリと抜けていくリボン。リンちゃんは慌ててリボンに追いすがっていく。手を伸ばし、車道に身を乗り出して、私が伸ばした手は、リンちゃんに届かなかった。リンちゃんの小柄な体は、残酷な現実に飲み込まれ、ブレーキの音と、激しい衝突音が、あたり一帯に響いた。人の騒ぎ出す声が聞こえた。私は頭を抱えて、体を震わせた。リンちゃん、リンちゃん。天使のように美しかったあの子は失われ。そんなことがあったの。その後に何が起こったのかはよく覚えていない。目の当たりにした事故のショックに、私はしばらく正気を失い、家でずっと寝込んでいたらしい。そんな感じだったんじゃ。事故で、カレンちゃんが責任を負う必要なかったで。リンちゃん、ごめんなさい。リンちゃん、リンちゃん。そんな私を現実に引き戻したのは、かつてリンちゃんに言われた一言だった。お兄ちゃんのことを見ててあげてくれませんか。桜井くん。リンちゃん、約束はちゃんと守るから。リンちゃんの代わりに私が桜井くんを支え続ける。私はこの時にそう決意した。決意したんだ。だったらなんでカレンちゃんがいじめられなあかんようになる。久々に学校へ訪れた私は、桜井くんの様子を探った。桜井くんは、りんちゃんの事故後に深く承知し、ご飯もろくに食べれないような状態に陥ってしまったらしい。町こうじくんやもものさんが何とか学校に連れてきてはいるけれど、口も聞けない様子の彼は完全に様変わりしてしまっていた。そりゃあ、唯一の肉親やもんな。
私に場所をくれたヒーローが見る影もなく、私は昼夜を問わずに考え続けた。桜井君を再起させるためには一体どうすればいいのかと。どうすれば桜井君はまたみんなを救うヒーローに。ヒーロー、そうつぶやいた瞬間にふと私はとある記憶を思い起こした。確か以前屋上遊園地で神谷君と影山君がそれについて語り合っていたことがある。ヒーローについて。しかし桜井の行動力には毎回恐れ入るよ。迷子のために肩車でショッピングモールを駆け回るなんて本当にヒーローみたいだ。それも弱いものを守るために頑張る一番正当なタイプのヒーローだね。ヒーローって他にもタイプがあるの？あるよ。ああ、俺が思うにヒーローは大きく2つに分けられると思うんだ。2つ。まず1つは弱いものを守るために戦うタイプ。それからもう1つは。もう1つは悪を倒すために戦うタイプ。その2つって何か違いがあるの？あるよ。前者のタイプが戦うのは弱いものを守るためだけど、後者のタイプが戦うのは純粋に悪を憎んでいるからだ。ああ、そうかそうか。手段と目的が入れ替わってしまっているんだよ。弱いものを守るためにの手段として悪を倒しちゃうのにさ、悪を倒すことを目的にしてしまっとうってことか。そっか、言われてみれば。でも悪を憎み続けるヒーローってなんか悲しい気もするね。なかなか見るタイプではないような気がするけど。ああ、確かにそうだね。でも悪の存在がヒーローを作るという面は確実にあると思うよ。悪がいないとヒーローは存在意義を失いかねないからね。あ、待てよ。だからカレンちゃんもしかして、まさかな。え、それさ、だからこそカレンちゃんが悪になって自分がリンちゃんを殺したって言うてさ。正義のヒーローじゃないんかな。カレンちゃん自身が悪になってヒーローとしての桜井くんを復活させようと汚れ役を買ったような感じ。もしかして倒すべき明確な悪がいればそこにヒーローが出現する土台が整う。悪への憎しみがあればヒーローを目指していた桜井くんは再起してくれるかもしれない。試してみる価値はあると思った。私はこれから悪になる。それは悪手ってやつやぞ。それはおかしいって気づかんかな。ヒーローの敵、憎んでも憎みきれないような悪党に、それおかしいことをしおるってしそうになっとるって気づかんかな。そんなわけ、そんなことしても。私はその日から悪としての振る舞いを心がけるようになった。そうは難しいことではなかった。愛想のない私はもともとクラスメイトとの折り合いが悪かったから、そこに少し変化を加えるだけで評判はみるみる悪化していった。態度の冷たい生徒、クラスの教長に水を差す異分子、私の陰口がひっきりなしにささやかれるようになる。そんなある日、誰かが言った。桜井君の妹さんの事故現場に二階堂さんがいたらしいよ。事故にも関わってるって。クラスメイトに事故との関わりを問いただされても私は決して否定しなかった。まあ確かに一緒におったのは確かないけどな。それが何かと言わんばかりの態度で誰も彼をも突き放した。次第に二階堂カレンが桜井の妹を殺したという噂は広まっていった。勝手にそういう感じで考えられてしまったんじゃ。自分から言ったわけでもないのに評判が悪いってだけでそういう決めつけされとんじゃ。口コミで伝播していった。ネットに書き込みがされた。桜井くんは
学校の人気者だ。その妹が同級生に殺されたとあっては話題性も大きかった。噂はとうとう桜井くんの耳まで届いた。わあ、こういうホットな話題をさ利用してさ、みんなとつるもうとバンバン話してさ、嘘だよね、ネタにしてしまうようやな。リンを殺したなんて、そんな。桜井くんは空き教室に私を呼び出し、真相を問いただしてきた。リンちゃんの死後、彼はずっと承知していたのに、今は随分と意識がはっきりしている様子だった。ちょっと立ち直ってきとった。やはり悪の存在がヒーローを奮い立たせるというのは本当らしい。なんか違うぞそれ。それは違うじゃないか、お前。桜井くんが立ち直ったのと、その悪の存在がおった件っていうのはなんか違う気がするぞ、それは。少し元気になった桜井くんの姿に安堵しながら私は言った。そんなのはどうでもいいこと。どうでもいいこと言っちゃった。胸に刺すような痛みが走った。どうでもいいわけがない。桜井くんたちと凛ちゃんは私の全てだったのだから。でもだからこそ私は彼らから憎まれなければならない。私は一切の説明を拒否し立ち去った。このまま桜井くんと一緒にいては感情がこぼれ落ちてしまいそうだった。私は去り際もう一度だけ桜井くんをちらりと見た。桜井くんは唇をかみしめて体を震わせていた。こう憎しみの感情がこれからきっと彼を立ち直らせる活力になるだろう。なるか？私は自分の方針が間違っていないことを確信した。私は悪に。間違った悪だぞ、それは。人殺し学校来んなよ。お前見てるとイラつくんだよ。休み時間、教室で同級生が私を殴る。知っている顔もあれば知らない顔もあった。別に誰に痛めつけられようが関係ない。私はみんなにとっての悪なのだから。その時私の視界の端にふと廊下を通り過ぎていく桜井くんの姿が目に入った。同級生と楽しそうに談笑している。一応頼む京介立ち直ってきとんやな。よかった、とても元気そう。かつての幼馴染も時折廊下を通りかかったけれど、みんな気まずそうな表情で通り過ぎていった。そう、あなたたちはそれでいい。私なんかの味方をせずに桜井くんを守ってあげて。もう教室戻ってくんなよ。生徒たちは満足したのか、教室から私を叩き出すと席に戻っていった。カレンちゃんだけがひどい目に遭っていた。見るに耐えんような状況。私はほっと息をつくと屋上へと向かった。でもまだ自殺願望があるわけじゃないんだな。リンちゃんがいなくなってから私はよく空を見るようになった。あー、ここでさ空を見るようになった的な。あー、そうやな。一周目の第一章からさ、カレンちゃん空を見よる状態から空を眺めよるところで始まったよな。カレンちゃんの登場、天使のように美しかったあの子、天国で安らいでいればいいのだけれど。リンちゃん安心して、桜井くん私がちゃんと支えてみせる。辛いことはあれど、いじめられてはいれど、自殺願望が湧くわけじゃなかったんじゃ。だったらなぜ自殺したのか。その日も教室を追い出された私は屋上へと向かっていた。するとその時、いい様だな。ちょっと待って、この状況でロー出てきたんじゃ。桜井くんがそこにいた。
廊下の壁に背を向け、ハンドポケットで私を睨みつけている。え、うわ、うちなる桜井くんや。ここでローの存在がちょっと出てきとったんじゃ。目の前にいる彼の雰囲気はあまりにも私の知っている桜井くんとかけ離れていた。人を肯定する明らかな雰囲気は綺麗で朗らかかな。その目つきはゾッとするほどに鋭かった。あなた誰？この辺から二重人格として出てきとったんやな。俺が誰か。俺に名前なんてねえよ。強いて言うならお前への憎しみだ。桜井君。その名前で俺を呼ぶな。桜井君にしか見えないその彼は桜井君のことを心の底から嫌っているようだった。くっ、なんで俺が京介なんかと一緒にされなきゃいけねえ。なんだろう、別の人格というよりはもう別の人みたいな感じになっとるんじゃ。区別がねえのがいけねえのか。となると俺にも名前は必要かもしれねえな。俺の名前、俺は京介の内側の存在、桜井という看護の中に閉じ込められている。看護、そうだ、俺の名前はロー、ローだ。だからローって名前になったんじゃ。顔を上げた彼の目つきは先ほどよりも鋭くなっていた。ってことはもう記憶全く失っていないカレンちゃんも最初からカーローって名前を知っとった状態でクロノス世界に来た感じなんかな。名前を得たことで彼は存在をより確かなものにしたようだった。目をそらすことしかできねえ平たるな京介に代わって俺がお前の破滅を見届ける。このローがリンを殺したお前を憎み続けてやる。これがロー誕生の秘話だったか。それからもずっと同じような毎日は続いた。悪の私は場所を選ばず攻撃された。たとえ火の中、水の中、森の中、スカートの中、キャーってきた感じか。日々積み重ねられている痛みは衣服のように私の体にまとわりついた。ローは時折教室や屋上を訪れては私が登られている様を見ていた。あ、なんか言おったな。いじめられる様を京介くんは黙って見ていたみたいな感じのことをローが客観的に言おったけどさ、どっちかって言ったらローが、京介くんの中におったローが登られる様をじっと見ていたみたいな感じだったんかな。彼は決して私に直接手を出したりはしないけど、その目に宿る黒々とした憎しみに私は深く恐怖した。けどだからといって悪をやめるわけにはいかない。桜井君が完全に立ち直るまでは私への憎しみを増していくロー。その反面、桜井君はますます精神の安定を取り戻していった。どうやら桜井くんの中では凛ちゃんの存在そのものがなかったようになっているようだった。え、そうなん？彼にとっての辛い記憶は全てローの中にあるらしい。あ、この時点でもうローがさ、京介くんの中のネガティブな部分を全て受け負った感じになるんじゃ。それだからこそ、だから集まってできたのがローって感じか。だからこそ京介くん自身からはそういう感情が全部消えてしまって、ローが肩かかりしてくれたからこそ桜井くんが今こう友達を話せるところまで治ってきたと。最愛の妹のことを忘れてしまう、それはとても悲しいことのように思えたけれど、彼がそれで日常に幸せを感じることができるのならば、私がとよかく言うことではないだろう。大切なのは桜井くんに今笑顔があるということだ。複雑やけど、とりあえず今笑顔でおれるんだったらよかったんかもしれんけどみたいな。
それこそが私の目指したものなのだから。ああ、もうほんとこいつ腹立つ。いい加減学校くんのやめろよ。もう中谷さん、いつも3人で俺な、このモブキャラたち。今日も同じことが繰り返される。悪として振る舞う私、私を攻撃するセイト、私を見つめるロー、立ち直っていく桜井くん、繰り返される日々の果て。私はある日ふと前触れもなく思った。もう大丈夫かな。桜井くんはもうきっともう大丈夫。これからもきっと笑顔で日常生活を送っていくことができるだろう。だって彼には支えてくれる仲間がいる。ローもいる。なら私はもう必要ない。あとは仕上げをするだけだ。ちょっと待って。その仕上げがまさかな。そういうことな。ヒーローの物語は悪が滅びることで終わりを続けて、あとには平和が世界が続くはず。いや待て、アンパンマンっていうさ、悪がさ、時々正義にと友達みたいに話す時があるようなアニメだってあるんやぞ。悪がおってからこそちゃんと正義がうまくやっていてさ、正義と悪が組むアニメだってあるんやぞ、アンパンマンみたいに。私は空を見上げ、目を細めた。そこに天使のようなあの子を思う。リンちゃんが空にいるなら、私は地に落ちて死ぬべきだろう。悪と天使が同じ場所にいていいはずがない。できるだけ遠いところに行くべきだ。私は屋上の際に立ち、最後にもう一度だけ空を見た。さようなら、桜井くん。さようなら、みんな。そういうことだったんじゃ、自殺への経緯は。だからそうか。なんかプロローグの時に飛び降りたあのアストラルみたいなやつ、飛び降りる前にこっち見て笑ったな。そういや、そういう感情があったんじゃ。つまりは伏線だったんやな。笑顔の意味がここでわかるんやな。身を投げる。恐怖より早く楽になりたいという思いの方が強かった。そりゃ自殺する人は大体そうだろうな。恐怖から楽になりたいっていう、そういう感情でみんな自殺する。死ぬしかその恐怖から逃げる方法がなかった。だから自殺した。自分で望んだこととはいえ、この数年間の殴られ続ける毎日に私の心はひどく疲弊していた。落下の数秒間さえももどかしい。早く私は私を殺したいのに。地面が近い。もうすぐだ。もうすぐ終わる。これで全て終わる。そうか、こんな展開が。全てが終わるはずだった。アクアは滅び、桜井くんの世界にはハッピーエンドが訪れるはずだった。けど、私たちは終わらなかった。見慣れた渋谷のビューの上、その淵に私は立ち尽くしていた。クロノス世界に召喚された話なんやな。人のいない奇妙な世界、そこに集い揃った幼馴染は記憶を失い、私の罪を忘れているようだった。ディスプレイには文字が浮かんでいた。私は死んだ。犯人は誰？その文字を見た瞬間、一度立ち止まったはずの心臓がまた止まりそうになった。この世界の主体はきっとリンちゃんだろう。そして犯人とは私のことだ。私はこのクロノ世界をいち早く終わらせるために、桜井くんと協力関係を結び、少しずつ場を進めていった。もうこの世界に来た瞬間からさ、この世界のことが大体分かっとった的なところがあるんやな。みんなで仲良くすることを望む神谷くんとイレギュラーなローが立ちはだかったことで、簡単には進まなかったけれど。
ついにはロウと私と桜井くん3人だけが残る状況が訪れた。これがあれやな、第8章か、まあ町工事が消えた後の話や。桜井くんがロウと融合したのは予想外だったけれど、最後は私が桜井くんに殺されて終わりになるはずだった。これは第2章の方の展開でも、その目論みは阻まれた。桃野さんの中に潜んでいた凛ちゃんの手によって、桜井くんの優しさによって、桜井くんは気づいた。カレンちゃんが偽りを演じていたことに。二階堂カレン。そして物語は最終章へと歩き出す。